グレーハウンドは1935年浸水のイギリス海軍の駆逐艦 g 級、1 9 3 4年9月20日帰港1935年8月15日浸水1936年1月31日収益1940年はノルウェー作戦ついでフランスベルギーからの撤退作戦に参加 ダイナモ作戦中の5月31日に損傷。1940年9月23日のダカール沖海戦の際、グレーハウンドと駆逐艦、フュリー、従順洋艦オーストラリアは、ビシーフランス軍の駆逐艦、ロダ州と交戦し、ロダ州を炎上させ座礁に追い込んだ。11月初めのコート作戦では、グレーハウンドは、戦艦、バーラムや巡洋艦ベリック、 グラス号を護衛し、それらの艦艇は地中海艦隊に加わったグレーハウンドはアレクサンドリアで第14駆逐軍に転属となった。グレーハウンドはカラー作戦中の11月27日に発生したスパルティベント三崎沖海戦に参加した。1941年1月、グレーハウンドは MC4 作戦に参加した。同月19日にはピレウスへの戦断護衛中に イタリア潜水艦ネゲリオ撃沈。さらに1月中に、グレイハウンドは、駆逐艦ジュノー、ジャービス、ジェーナスと共に損傷した空母イラストリアスをマルタからアレクサンドリアまで護衛した。3月6日、ギリシャにイギリス兵を輸送するが8戦乱攻撃を試みたイタリア潜水艦アンフィトリーテを撃沈。3月28日から29日に行われた またパンミサキ沖海戦では、グレーハウンドは地中海艦隊の主力艦を護衛し、野戦はグレーハウンドの単小島がイタリア巡洋艦を照らし出すことで開始された。グレーハウンドと姉妹艦のグリフィンはイタリアの駆逐艦を攻撃したが、自身が張った煙幕を通過した際に敵を見失った。4月17日、オーストラリア駆逐艦、ベンデッタと共に、 北アフリカ沿岸での対船舶総統中、アポロニア沖でイタリアのホブネロマーニャを沈めた。5月、エジプトへの増援部隊を運ぶタイガー船団を地中海艦隊が護衛した際、グレーハウンドは艦隊の大型艦を護衛した。クレタ島の戦い中の5月22日、ドイツの侵攻船団攻撃にあたる巡洋艦部隊を支援する戦艦、ウォースパイトを クレタ島西方沖で護衛した。同日、グレイハウンドは大型の海部の撃沈に派遣された。その撃沈には成功したが、13時51分に敵機の攻撃を受けた。8機の1087による攻撃で爆弾3発が命中しグレイハウンドは沈没。生存者救助に駆逐艦キングストンとカンダハーが派遣され、その支援のため軽巡洋艦フィジーと、 グロスターも派遣された。そして、フィジーと、グロスターも爆撃により失われる結果となった。グレーハウンドでは80名が死亡した。また4名が、ドイツ軍により救助されている、ハット ABCDE ・イングリッシュ、ピアニッシも99から100ローアー、P47 ハット、ローアー、ピアニッシも54、56、57、62、スティーブン、 ピアニッシモ、6567ハットローワー、P72AB クリート1940、P154。ありがとうございます。